平和劇場は、かつて存在した大韓民国の映画館、劇場である。1930年8月24日、日本統治時代の朝鮮の形状不祥路に、芝居小屋港座として開館、間もなく映画常設館に業態を変更した。1932年には、第一劇場と改称している。第二次世界大戦後も、同名称であったが、 朝鮮戦争中の1950年9月28日、林和秀が同館を買収。翌1951年8月24日に平和劇場と会場、林は同館を拠点に韓国映画界に君臨した。4月革命での暴力事件により、林が1961年12月21日に処刑されるとともに平和劇場の時代は終わった。 経営者が変わり、半始め劇場と解消したが、1977年3月10日には、閉館した。1930年8月24日、日本が統治する朝鮮の慶城府小路4丁目一番地に、芝居小屋港座として開館する。道地は、み、飽きない場という寄せのような形態の小屋の跡地であった。道館は、道府本町に存在した港防止店の経営者が、 設立、経営した劇場である。監修は港在劇部を設置して、実際の運営は、最装一及びら運営に任せていた。同年10月3日、印象順工業部直営の映画館になり、急激の劇場となったが、同年11月22日には、映画常設館に筐態変更している。翌1931年12月には、 中外劇場の直営館になり、演劇専門館に戻る。1932年には、第一劇場と解消した。同年に出した同館の広告によれば、同館の入場料金は2種類あり、会場15銭、開花10銭の均一料金であり、大衆料金をセールスポイントにしていた。当時の同館の工業系統は、小竹キネマ及びアメリカ映画等の輸入映画であった。 1934年10月13日付の東亜日報にも、松竹キネマ作品の同館での上映について記されている。同館の平均入場料金は郵便館より1銭、安い14銭であり、規定の最低料金は郵便館と同じ10銭であった。朝鮮劇場及び男性社では、平均入場料金はそれぞれ27銭及び25銭であり、 同館の料金は、同府内の整形側へ北では最低ランクであり、入場者数も収益も、朝鮮劇場や男性者と比較して、半分以下であったという。1935年3月23日、営業者室から火が出て火災になり、200名余りの観客は無事であったが、内部は全焼した。これにより一時閉館したが、改築されて、同年8月25日には営業再開した。 新しい映画館ではあったが、陶器設備の導入には出遅れ、同年火災を機に完備された。したがって同館は、1930年代後半の、同府内の映画館の中での位置づけは、有美館、東洋劇場、その他郊外の映画館らと共に、三等級館であった。1942年に発行された映画年間昭和17年版によれば、同館の経営者は、 平松秀明、支配人も平松が兼務、観客定員数は800名と記されている。第二次世界大戦が始まり、戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、映画館の経営母体に関わらずすべての映画館が、紅系、白系の日系等に組み入れられるが、同資料には、 同館の工業系統については記述されていない。独立協会の青年理商版公開時の新聞広告。1945年8月15日、第二次世界大戦が終了し、同年9月8日から1948年8月15日に大韓民国が建国されるまでの間は、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁がこの地域を統治した。 1950年9月28日、当時まん26歳の林和秀が同館を安価に払い下げ、翌1951年8月24日には平和劇場と会消。林は同館を拠点に韓国映画界に君臨した。1953年3月29日には同館でディラン影の楽団による歌劇、遥かか姉妹誕生の公演が行われた記録がある。 林は韓国芸能株式会社を設立して映画制作を開始し、1957年10月16日には林が制作者としてクレジットされた最初の作品、港の人よをソウル市内の国土劇場で公開した。以降、19作の映画を制作している。1959年12月5日には林が制作し、新総局が監督して、 理性版を描いた独立協会の青年理性版を国際劇場、国土劇場でに感動時に公開し、翌1960年1月1日には新春特別プロとして同館と城南劇場で同時に上映した際の広告が残っている。同年3月10日にソウル市内の国際劇場で公開された映画娘が結果的には 林が制作した最後の作品になった。同年4月18日、高麗大学校の学生約3500名のデモ隊を同館近辺で襲撃し、死傷者を出した高麗大生襲撃事件を、同館の経営者であった林が指揮し、これが引き金となって、いわゆる4月革命が勃発。同年4月27日には、李正番が大統領を辞職して亡命。 蔡人死刑ら政府サイド、林ら暴力団サイドも逮捕された。林は裁判の結果、死刑を宣告され、1961年12月21日には、処刑されている。林の没後、妻が経営を継承したが、半始め劇場に経営が移り、同館は半始め劇場と解消した。百六十九年十一月八日には、黒山島娘が、 同館のほか、オスカー劇場、南大門劇場、東洋劇場、A 宝劇場で封切られている。韓国映画に特化した映画館として経営継続されたが、1977年3月10日、経営難により閉館した。跡地には、1984年10月2日、地下3階、地上13階建ての間一ビルディングが竣工し、現在に至る。 ありがとうございます。